皆さんこんばんは。視聴者さんを元気にしたい G チャンネルことっちゅうです。あマッドファーザー続きやっていきたいと思います。4回目だっけはい、というわけでね、4回目始めていきます。前回この男の子が助けに来たよってね、このあやちゃんを連れ出そうとしたんだけど、あの助手のマリアさんだっけがね、なんか撃っちゃってさなんか撃たれてるでしょ胸に撃っちゃってさ、でマリアさんはなんかお母さんと決着をつけなければとかってさ、こっち行っちゃったね。お母さんがなんか正しいのかさ、お父さんが正しいのかよくわからないんだよね今のとこ。お母さんは猟奇殺人のお父さんと助手のマリアが不倫してることを知ってて、それを憎んでたんだよね。それでどうなったのってさ話ですけどね。はい、じゃあ続きやっていきましょう。男の子大丈夫これ、え、あ、生きてた。あや、行っちゃダメだ。ん、住み込みで働かせてもらうなんて光栄です。え、あ、お父さんのこのうちに住み込んでた子だったんだ。なるほど、そう固くならないでくれ。これからはここで暮らすのだから、私たちのことは家族と思ってくれて構わないよ。そんな遠慮なんかしないでくれ。家族を亡くして今まで辛かっただろう。それはそうですか。確か妹もいると言ってたね。待って、スノーボール。もうすぐ走り回るんだから。あの子は私の娘だよ。つまり君の新しい妹だ。新しい妹、あやって言うんだ。後で紹介しよう。人見知りが激しい子だから最初は君のことをよく思わないかもしれないが、優しくしてやってくれ。はい。新しい妹、バカバカしい。え、代わりなんて。こんなところで眠っていたら風邪をひくよ。お母さん大好き。こうしていると思い出すな。君は僕の妹に少しだけ似てる気がするよ。そばにいたのに死なせてしまった。僕だけが生き残ってしまった。ごめんよ。大切な人を亡くしたんだね、あや。いい加減、毎日進まないとな。代わりなんか必要ない。だけど、君の無邪気な姿を見ていたら、守りたいって思ったんだ。あや、これからは君と君の家族を守るよ。だから、よろしくね。うん、前向きな、いい子じゃん。え、そのいい子が死んでしまったなんかすまん、動かないすまん許してくれG が悪いわけじゃないけど。さあ進んでみましょうか。この子は住み込みで働いたんだね。これ片目を、え、妹がいて、その妹はすでに亡くなってて、この家に引き取られたんだけど、最初は落ち込んでて、でも、あやのこととか、家族のこと、新しい家族のことを守りたいって思い始めたんだ。前に進もうとしてね。ところが、なぜか片目をなくしたりしてるわけだ。なんで
というわけでね、さっき行ってみましょう。その前にセーブしちゃうか。セーブしに行こう。先に進まなくちゃ。いや行けねえやんけ。セーブしよう。セーブがした。あ、ここにセーブがあった。セーブ。はい、セーブしました。うん、誰かいる。誰ですか。お腹すいた。誰ちょっと。お前、一口勝手に上がってさ。お腹すいたか言ってんじゃねえよ。こっちは腹減ってるわ。適当になんか食ってるよ。この草とかさ。草でも食ってるや。じいさん、草たまに食べますよ。その辺の草。衛生上どうかと思うけど。こっち行くしかないの。これソーセージあるよ。これ食えばいいじゃん。肉が吊るされてる、うん。食えばいいじゃん。かまどの火がつけっぱなしになってる。うん、そう。ここでさ、フライパンもあるしさ、ここで肉焼いて食おうぜ。いいじゃん。え、どこ行けばいいの？こっち行くしかないか。これ？開かないじゃん。え、アイテムなんかあったっけ？ないな。開かないと。え？なんか、なんかさっき吊るされたやつじゃん。どうせんのこれ。え、どうせんの。開けてー！あ、ハゲだ。けど、ハゲがいた。ハゲだけど。こんにちは。この先の通路がガラクタで遮られていたので、少し片付けておきましたよ。もういいやつじゃん。やった。ありがとうございます。じゃあ、どっち行こうかな。セオリーだったら左。何のセオリーだか知らないけど。あ、自分がいない？ちょっと何だかね。え？少女の姿の形の人形がいない。自分じゃん。え？これ自分だよね。何してんのこいつら。修道僧の形をした。修道女。絶対違うと思うけど。姿をした人形が飾られている。うん。修道士の姿をした人形が飾られている。え、これ全部人形なの？どういう趣味だよ。もう全部人形じゃん。これも人形？これは？これも人形？人形だ。え、これすっぽんぽん。すっぽんぽんだ。ちょっと待て、こっち首ないぞ。待て、でも人形だからな。人形だから大丈夫。これどういう状態？隠れて見てんのこの子は。これ自分じゃないの本当に。さあ、また道が置かれてますけど。ん？花瓶に花がびっしり詰められている。これ動きそうだ、これ。絶対動くぞ、これ。鎧。こっちは武器持ってないんだね。空の花瓶。じゃあ左で行こうか。誰？これは人形？美しい人形が佇んでる。あ、繋がってるだけか。ギミックルームの謎を解く。あー、これ謎を解くってこと？え、どういう謎？さっぱりわかんないけど。動かしたらできる？できないの？え？これさ、こっちとこっちを同じにするとかそういう感じじゃないの？ん？はてなんかある？ん？ひびが入ってるのか。柱にひびが入っている。え？こっちもひび入れるとかするんじゃないの？違うの？あのほら、鏡写しっていうか、よくある。パズルですけど。こっちを？ああ、なるほど。ふふふ。新宿キロスター、私のことですね。うん。聞いてないから。聞いてねえよ。うん、このギミックル、こう謎を解かなきゃいけないんだよね。謎解かないと、多分ここは開かないんだよね。なるほど。あ、花束を手に入れた。え、あ、待て、これをさ、こっちだろ。これをさ、刺すんだろ、ここに。花束。ほら、
これで、あったでしょ？で、この鎧、これ、取れないの？じゃあ、どっかでこの武器的なものを、あー、なるほど。持ってんな、こいつ。槍を、運びますか。はい。で、この槍を、ここに置くと。OK。やっぱそうだな。あとは、この首だけじゃない？これ首もぐの？嘘だろ。え？でも、なんか何もできないな。どっか首があるのかな？最後にさ、多分自分が超えるんですよ。ん？あ、やっぱりね。ほらほらほら。そういうことですよ。あと首だけだよね。この首もぐんでは。そんな気がしませんかね。いや、違うな。なんかアイテム、いらないな。どうやって、あ、待って、チェーンソーか。やった、チェーンソーで首を手に入れた。オッケー、ひって。で、この首をここに置けばいいんだ。違う、違う、違う。チェーンソーじゃない、人形の頭で置くと、これでいいんじゃないですか。あと、なんか違いある？多分ないよね。ヒビだけが、もう、あ、ヒビチェーンソーかな。あ、ダメだ。え？ダーンとかやる。あの、こっからさ、タタ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 タ。これ、あー、動いた。なるほど。これ動かすのね。これで一緒かな。ガン、やったぜ。こういうギミックは面白いですね。OKOKOK。セーブさせてくれ。セーブ様。あ、なんか今いた。ちょっと待って、セーブ。あ、ね。なんか今いたよ。お腹を、この子はどうしよう。お腹を空かせてる子って、カラス食わせるの。あ、食べ物なんかさ、ないよね。あ、え、待って。あ、待って。今、ソーセージ取ったよ。ソーセージ手に入れた。これ焼けばいいんじゃないの？これソーセージを、ここで焼きます。ソーセージ焼く。はい。焼けたじゃん。さっき言ってたよ、これ。お前がやれとか言ってたよ。ソーセージのソテーが完成した。ソーセージを運ぶ。うん、運ぶ。えっさ、えっさ。これソーセージできました。はい。ソーセージ聞いたよ。お腹空いた。あ、これでアイテムかな。あ、あの、よかったらこれ。この匂い、オイラのつくな、ソーセージの匂いだ。この人は、普通の人はの、生きてる人はの、食べてる。うまい、うまいよ。お母さんの味に似てる。あの、何の肉かは知らない。お母さんの味には及ばなかったけど、なかなか美味しかったよ。ここに閉じ込められてから何にも食べさせてもらえなくて腹ペコだったんだ。マリアはいつも地下に料理を運んでいたわ。あれはあなたたちの食事じゃなかったの？他のみんなは食べ物をもらってたみたい。でもオイラは、オイラいらない子なんだって。役に立たない欠陥品だから捨てられちゃった。これやるよ。ナプキンを手に入れた。ん？ハンカチ的な。美味しいもの食べさせてもらった。俺、その、なんだ。
ありがとう。うん。けど、まあお礼を言われるってのは嬉しいですよね。喜んでもらえるってこと、なんか暗くなってる。これが聞いたのかな。ナプキンってどこで使うんだろうな。あれでしょ、食堂で使うあの紙でしょ。ジュさんがよく落書きしてるやつ。落書き使うなよ、そんなもん。口拭けよ。じゃあこの先に進みましょうか。よい、あ、起き上がったよ。あれ、起き上がったんだけど、あんた今動かなかった。なんかさ、ドリフターズっぽいよね。志村がやってんの見た。これギミックルームを謎解く2、ワープした。何、バツガツバツ日、僕は生まれた。お母さんに寄り添って僕は眠っている。あ、この赤ちゃんのことかな。赤ちゃんも書いてんのこの日記、おかしくね。あ、なるほど、ずらした。終わり。母親と赤ん坊は寄り添って寝ている、これでいいんじゃないの。これで終わり。もしかしてなんかとは、なんかさ、さっきね、洋館とかと違ってなんか普通の民家、日本的な民家の感じがしますね。なんだろうね、何の家だろう。これ進めるのかな。あ、進める。はい。あ、じゃあ一個一個、狐さんが死んでるのかな。バツガツバツ日、興味本位で生き物をバツバツした。僕は病みつきになった。それダメだって、最初から子供の頃からさ、そういうこと覚えちゃダメだって。僕の家にはいつも猫や鳥の死骸が転がって、お前がやったんだろ。ひどいわ。お母さんに見つかったら怒られる。お母さんが出かけてる隙に僕は死骸をタンスに隠し、タンスに隠すな、そんなもん。お前あれか、あの給食で食べたくないものを机の中にしまうやつか。腐ってさ、変な匂いして。痛い、そういうやつ。じゃあどうすんの、下、これ下に隠すの、下に隠れますか。これをここにしまえばいいんだね。開けっぱなしになっている。これしまえばいい、しまえない。びっくりした。お母さん出かけさせて。出かけさせた。強引に。で、こうやってこの鳥の死骸もここにしまう。これでいいの？あ、いいんだ。あ、なるほどね。この日記の通りにやっていくってことか。3枚目。お母さん。ちょっと、バツガツバツ日、生き物をバツバツしていたことがお母さんにバレた。そりゃバレるわ。タンスの中隠してたもん。タンス開けるわ、お母さん。お母さんが僕を叱りつけてきた。うるさい。僕はお母さんを包丁で黙らせた。お母さんは全身真っ赤になって倒れている。綺麗な顔がもったいない。僕はお母さんの顔を拭いてあげた。お母さんの死はとても綺麗だった。お前がやったんだろ。だからさ、子供の頃にさ、覚えちゃダメだって。まあ仕方ない、後始末的なことをするか。顔をまず拭かなきゃいけないんだよね。包
丁を手に入れて、え、包丁で黙らせた、これ刺すの、母ちゃん母ちゃんのお母さんえ、違う、で、あれってんだ、ナプキンで顔を拭けばいいんじゃない、オッケー、顔を拭きました、で、あ、違った断るごとにチェーンソー振り回してるけど包丁、あ、これじゃ使えないのか、包丁で黙らせた、お前に返す、包丁返すわ、あ、いいんだ、あ、なるほどね、そのこの条件の通りにするってことか、なるほどなるほど、これでクリア、これ人形だね、変わった服を着た人形が佇んでいる、これこっち行ったら動きそう絶対動きそう、ほら動いたもうパターン読めてんだよ、雑魚が、さあ4枚目、え、バツガツバツ日、お母さんをバツバツした、さっきやったじゃん、ああさっきの続きか、怖くなって僕は逃げた、遠い遠い海の向こうへ、全て忘れるつもりだった、でもお母さんの綺麗な瞬間が忘れられなくて、僕はまた人をバツ、えぇ、お前癖になってんじゃねえよすぐ自首しろ、いつしか僕は人間の死に顔を見ることが病みつきになっていた、こうやって人は病んでいくんだな、いっぱい死んでんじゃんお前何人殺してんだよ、これお母さんを含めて4人か、じゃあどうすればいいんだ、海の向こうはここでいいんでしょ、死に顔を見ることが病みつきになっていた、少年はツルハシを握り少女を見下ろしている、少女はひどく怯えている、え、じゃあチェーソーでぶた切ってみる、ほらやってしまった自ら手を下してしまった、これでいいですかやばい共犯だ共犯、じゃあ次行こう、あ、閉じた、あれか、あ、これで道が開けたんだ、うわぁ嫌なことしたなぁ共犯じゃん、セーブしとこう、オッケー、さあ次行きましょう、え、え、生首、うわっベチャだって、え、ひょい、ジャンプ、この子も大概だな、えらい度胸あんの、ここは何もないのか、降りるしかないかな、降りた、ん、殺して、え、え、え、何を見てるの、え、誰、おばさん出たよおばさん、苦しいのだから殺して、やだ殺して、私を殺して、いや、来ないで殺してよはいなんか、だいたい予想ついてからびっくりしなかったけど、え、いや、ちょっと待てあんた、何持ってんだしてしまったのか、まさかさっきの慣れたか、やっと楽になれる、消えたんだからさ、あの、完全犯罪ですよ証拠はないさっきのも、あの、ギミックだから幻覚だから証拠はないOK 私は何もしてない、私を逮捕したかったら何か証拠を出せちょっと踏んどこう証拠隠滅足が動かない、行かなくちゃ、お父さんを助けなくちゃ、お父さん、また、ああ倒れ込んじゃった、あ、ハゲきた、
体力の限界か。少し休ませた方がいいですね。このハゲは何の役目なの？なんかセールスマンとか言ってたよね。なんか売ってくれよ。リボビタンでとかさ。あや、おいで。お母さん、あったかい。あや、目を閉じてごらん。あなたに幸運があらんことを。お母さん、今のなに？幸運のおまじない。幸運のおまじない。あやがこれから先ずっと幸せでいられるようおまじないをかけたの。わあ、お母さん大好き。素直な子だな。じいさんもこういう時代があったんですよ。今はこんなですけど、こんななんかやさぐれてますけど。素直な子だったんですよ、子供の頃は。お母さんがいつもつけてる香水の匂いだ。ふふ、また新キャラか。誰だよこいつ。目が腐ってんだ、なんか。魚の死んだみたいな目してんだ。お母さんの匂いがする。あなたどうしてお母さんの匂いがするの？さあ、その香水じゃないの？それお母さんの香水？嘘、いつの間に？返して、それはお母さんの形見なの。どこ行った？なんか言えよ。なんかワンワン犬の剥製が飾られている。ここまでハゲが運んでくれたんだね。あいついいやつだな、今んとこ。あとは知らんけど。じゃああの少女を追いかけましょうか。あ、さっきの場所じゃん。ここに行ったのか。ここで倒れたんだよね。ここは鍵がかかっている。ネズミさんがいっぱいいる。待て、どうすんのこれ。古くて鍵を手に入れた。待て、死ぬねんか。え、死んだ。嘘だろ。鍵を取るにはここに行かなきゃダメだけど、全力ダッシュしても多分ダメだよこれね。ネズミが多すぎる。もう一回やってみるか。ほら。あ、いけんじゃん。楽勝やんけ。さっきちょっと戸惑ったから出前たんですね。じゃあここで鍵を使えばいいのかな。あ、いた。あ、さっきの人がいた。おいで、ネズミ。大丈夫、怖くないよ。怖いわ。でもちょっと可愛いかも。この匂いダメね。動物には評判悪いみたい。お母さんの香水返して。何がおかしいの？あれ？持ってないの？お母さんの香水どこになったの？知らない。探してみれば。まだどこ行った？追いかけっこか。何なの、あの子。お母さんの香水。ドレスが飾られている。チェーンソー。ダメだ。断るごとにチェーンソーを使う。いや、何もないか。誰壊せる？あ、壊せた。わあ。壊せるものは壊す。ネズミがいた。壊せるものは壊す。壁の、ん？後ろの壁に何かありそうだ。え？ずらすとか。あ、動かせた。チェーンソーでバーン。よし。何これ。母の、あ、こんなところにあった。やった。オッケー。お母さんの香水。よかった。え？え？なんだお前。
先生セーブしたいです。チェア。え？壁に血文字が浮かび上がっている。家族にしてくれるって言ったのに嘘つき。え？誰に言ってんの？もう一回入ってみる。いなかった。よし、ザバ見ろ。なんだこれ。ワンワンが骨をくわえている。ってことは、あの剥製のワンワンに骨をあげればいいんじゃないですかね。そんな単純なもんじゃないかな。この奥行くしかないよね。ガーン！うらぁ！死ぬ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 ぞ！はい。これは死ぬわ。そう、ちょっと待て。さっきさ、香水を使われてネズミに入ったよね。もしかして、ここで香水使うのでは？ゴー！アイテム。アイテム使う。待って、アイテム使えない。待て。ここに使うのかな？アイテム。母の香水。動物には、ほら、これだよ。ちょっとだけならいいよね、お母さん。香水をつけました。で、これでさ、行けば、ネズミが寄ってこないでは。ほらーこれだ、お前ら。邪魔見ろイエーイ、行けたじゃん。やったぜ。なるほど。ちゃんともう持ってたわけね。オッケーオッケー。さあ、ここは誰？え？あ！ギロ吐いた。お前。やめろ、来たね。これは？開かない。ここは入れるのか。え？あ、しまった！え？ちょっと。ドールハウス。え？いけないけど。なんか、歯車動いてるの。何これ？浮世絵？和風だな。あ！死んでる。ん？はてな。ドレビスケの恥さらし。え？誰のこと？入れるのか。棺桶だ。美しい花々が敷き詰められている。リンゴ取れる。リンゴ取れないの。あ、カラスいた。セーブしよう。見逃すとこだった。あ！開いた。無理やり開ける。お前殺人通りから逃げろ。うわあ待って、てえ、お前まだいるか。どうしたんだこれ。どうしたんだこれ。こっち入ってみる。邪魔見ろバーカ。バーカバーカザワー。この王子出ないのか。はい。ごもっともです。こっちから開けたりしないのかな。抜け道とかない、うん、ねえな。ねえんだよ。セーブしかねえよ。セーブしちゃう。あ、棺桶で眠ってみる。え、眠ってみようか。中服脱いだけど、しっかり。いや、あ、あ、眠ると、スイッチが作動して、棺桶が動いたんだ。すげえギミック。はい、じゃあこれ入ってみましょう。ドラクエっぽい入り口だったな。除草剤を手に入れて、ああ、なるほど。こうやって、これで枯らして入れるのね。来ないよ、もう。そう。ここで、除草剤を使えばいいと思う。え、これは何？え？これはあれかな？除草剤を撒いて、ここで
開けて入ってくるこいつを振り切るためにそこに置くのかな。これ使ってみるか。アイテムと惣菜、はい、で開くでしょ、来るでしょ逃げるでしょ、ドールから逃げる、はい、でこうやってこうやってひょい、バーカザマって言ってる間にそこから開けてこっちから逃げるとザマよしよし、バーカザケじゃない、よし、え、これ何、人形、人形、え、マリオに似てるね、あんた、え、え、どうして進めないの、え、通さない、え、この人形が守ってんの、お前、開けてくれ開けてくれるだけでいいんだ、あとは何もしないからえ、なんか言えよ、扉の奥に入れないのはあなたの仕業ね、通さない、どうしてどうするの、通さない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 、さっきのこと、この奥に行きたいならこの人形を壊しちゃえばいいのよ、ババッと燃やしちゃえば人形の中に入ってる魂のかけらがパパッと消えて扉に張り付いてる見えない壁もパパパッて消えちゃうよ、やめろ、いちゃった、え、燃やせばいいの、あんな子供のいいことを信じるの、不気味な人形を手に入れた、手に入れてもな、手に入れてもダメでしょ、ダメでしょ、うん、じゃあこの人形をどっかで燃やさなきゃダメなのか、バーカどっかで燃やせる場所がさっきの子がいた、開けた、え、開けたよ、じゃあこっち行けるのかな、いた、開けた、こいつ結構デリデューだなお前アンチェインかえ、なにここ、え、なんか死骸がある、ワンちゃん、猫ちゃん、猫が死んでいる、ピクリとも動かない、やめてよそういうの、猫が死ぬとかも勘弁して、なんかこうだっけ、あ、カラス、セーブセーブセーブ、またうえお前結構ガード硬いな、そういうことか、そういうことか、なるほど、よいしょよいしょ、はい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 、あ、あ、なるほどはい、よし、オッケー、まだいる早くね、こいつ隙間はどっかある、そうか、なるほど、こうか、よしよし、バカめ、うわうわほら、ここからか、よしよし、早いなこいつ、そこまで行けばいいな、オッケーオッケーオッケー、うん、ここだ、よしバカめ、だって日本人形がある変わった服を着た人形が佇んでいる、チェーンソーだ、使えないわこれは、え、
首もげた。首がポッキリ折れている。こうか。あ、見つかっちゃった。あ、こう落とさしちゃダメなのね。そこを踏んじゃダメと。まずこっち行ってみるか。え？ジェムを手に入れた。え？え？死んだ。一撃か。嘘。で、こうやって取るとコマンドが始まるから。オッケー。取った。で、こいつをかいくぐって、こっちからかいくぐって、こういくと。オッケー。よし。え、変な場所来たな。はい、じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんご視聴ありがとうございました。それでは。